はこの道路の周辺が開発されることなんですね。で、向こう側が山も塗られて取られて、だーっとこの道路と同じ高さに塗られて15メーターぐらい下に下がってます。野党ですね、湿地になってます。これもし許可になると埋めちゃいますけどね。あのロープなんかはつい先月入るなって書いてあるんですよ、ね、あの辺の縦看板とかそうです、そうです、この中に貝がたくさんいて、それをホタル、なんか幼虫が食べるっていうふうに言ってましたね。すごい可愛い。必要がない開発、今企業としては必要だと言ってるけど、大きく見れば将来世代のためにならないし、タクシーが余ってるんだし必要性がないし、店舗も必要性もないしね、緑地を残すとか必要性があるわけですよね。まああと大きく言えば地球温暖化、やっぱり緑地をなくすことによってコンクリートになっていけばヒートアイランドでどんどん、気温が上がって住みづらくなる。だからこれはもうやってはいけないと、残すべきだというふうに思ってる。やっぱその市民の声を大きくするのはね、今回その住民投票でその開発を可否っていうかね、自然を壊すかどうかっていうのは決めましょうという署名活動をやってるんですが、それができればね、市民の方はおそらく緑は守りたいとか増やしたいとかこういうふうに思ってるんで、まあなんとかこれをやり遂げて守っていきたいと思ってる、私の地元がこの円海山がある陽光台という場所で、小学校の時にもう1年生から6年生までの6年間毎年遠足できてたんですね。今の小学生や中学生とか、もし自分が子供を持つって生まれた時にそういった遊び場があるのかなって、自然と暮らしていくところに一番いい方法で残していきたいというのが気持ちが強いですね。